政府級噂のキングカズ、ポルトガルでのプロ生活について明かす。ポルトガルにブリューディ・オリベイレンセのフォワード三浦和義は5月に1日に帰国し、羽田空港で取材に応じた。57歳で臨んだ海外挑戦に本音を吐露している。昨年12月にはオリベイレンセで監督交代があり、新体制となったが、新しい監督がポルトガル一部、二部の中で一番きつい練習をする監督が就任したので、ユースの選手と勘違いしてるんじゃないかなと思うくらい、三浦、走れ、もっと早く走れ、と言われてましたねと、年齢や身体能力は一切関係なく、若手と同様に過酷なトレーニングを積んだ。監督がそれだけ言いたくなるほど遅かったということか。57歳で現役は確かにものすごいんだけどさ、三浦、走れ、いやいや、当たり前ですけどね、ユースの選手と勘違いしてる？いやいや、現役選手だから走れって言ってるんでしょ、それが無理だったり言い訳にするならやめるべき。選手としてやるなら当然だと思う、57歳だからといって練習の強度を落とすとかする必要はない。体が動くことがすごすぎる、そのフィジカルの管理方法だけでも日本代表に還元してほしい、特にプレミア組の故障予防に生かされたら素晴らしい。体が動くだけで称賛されるサッカー選手。何歳になってもチャレンジする精神、それをプロとして認めてくれるチーム、素敵です。サッカープレイヤーの憧れです。まさにキングです。風は褒めなきゃいけないみたいな日本の同調圧力が本当クソ。もう自分でも引退のタイミングわからなくなってるやろ。